黒田総裁は横浜市で4日から始まる ADB アジア開発銀行の総会に先立って講演しました。その中でアジアはインフラ需要が非常に大きく、アジア開発銀行や世界銀行だけでは需要を満たすことが不可能だとの認識を示しました。その上で AIIB に多くの国が加盟するのはいいことだと述べ、中国が主導する AIIB への加盟に理解を示しました。黒田総裁が公の場で AIIB に言及するのは初めてのことです。 AIIB にはアジア開発銀行を上回るおよそ70の国と地域が参加していますが、日本とアメリカは参加を見送っています。